え皆様こんばんは、朝会日課ですまぶし。<laughs> えっと、えー、まあ先生術講座、えー、今日は第4回目ということで、えー、前回、えー、星座の、えー、まあベネフィック、マリフィック、星座の支配性ですね、えー、それをまあやったので、えー、まあ今回はさらにハウスとか、そのあたりをやっていこうかな。 って思いいますはいえー、ハウスをやっていこうと思うんですけど、ちょっとサインとの兼ね合いがあるんですね。えー、サインとハウスって、えー、ちょっと連動してるんですよ、概念的に。えー、で、これをね、はっきりこう分けると。 っていうのはちょっと難しいんで、サインとハウスの話を、えー、同時進行でしていかないと、えー、いけないんですね。で、長次元性生術は正直、サインもハウスもがん無視してるっていう。全く読みません。長次元性生術の場合は、えー。なんですけど、一応ね、一応、ここはあ酒井みちかが入門書を書かない代わりに、えー、まあ、 このあたりのことはじょ、ね、動画で見りゃもう十分だよっていうぐらいの情報を流すだけの、ね、ものなので、まあ、市販本買うぐらいだったら、えー、この動画見りゃいいんじゃないっていうね、ただで勉強教えてあげるよっていうぐらいの話なんで、まあ、まあまあ、そんな感じ、えー、です。はい。えー、でね、まあ、長次元先生術は全くサインと、えー、ハウスは使いません。 えー、使わなくても全然あの鑑定できちゃうし、私、今、吉祥寺のマチャムマチャムさんっていうところで、えー、鑑定の方をしているんですが、あごめん、あのねちょっとその前に、ね、宣伝させて。 はいえー、本,本をさ、売らなきゃいけないんだよ、私、本を、まあ、こんなもの作っちまってよ、えー、でこれがね、まだだいぶ残ってて、それであのー、買ってくださいっていう話なんですけど、まあ超次元先生術ね、ねあの私のツイッターで今、えー、やってまして、公式ツイッターの方はちょっといろいろ対人トラブルがあって、消しました。<laughs> <laughs> えなんで、今、私の普通のツイッターのアカウントで暫定でやってますけどあ、とりあえずこういうものを作ってしまって、えー、で本当に、ね、もう来年からは電子書籍1本でやっていきますから、もう二度とこの本は作らないんですけど、誰だよ、こんなもん作ろうとか言ったやつは本当にっていう、ねえー、感じなんですけど、紙本は本当に、ね、リスクが大きい。 買ってくださいで、で買い方もあの概要欄に <laughs> 置いておくんで、まあ、一応これね、あの本当、長次元先生ずて1年分、えー、皆さんのこ1週間ずつのね、星占い書いてありますから、まあ予言の章としてね、えー、絶対面白しあい、当たるんで、えー、まああのぜひ。 え買ってくださいそれで、えー、こういうね、えー、まあ各エレメントの、ね、22年の運勢とかあとそれからこっち実例研究、えー、これはあの結構。 市販の先生術書ではあんまり書いてないぐらいね、結構突っ込んだえ実例研究もここにね、えー、乗っかってます。まあ、アメリカ大統領選挙とか、それから、まあ、バドミントンの桃田選手の交通事項の事例ですけども、えまあ、それがね、載ってますんで、えぜひお申し込みは、え m a アマゾンでね、これね、売ろうかなと思ったんだけど、アマゾンのさ、あの、何 あのセラーセ,ンセラーとかいうんですかね、あの小売りをやる、えー、申請が結構大変で、で来年からはもう電子書籍とペーパーバッグの自動生成でもうやるから、もう紙本作らないんで、そうするともう電子書籍のアカウントは電子書籍のアカウントでちゃんと機能してるんで、そうするともうなんかあのその。 物品販売のアカウント取らなくてももう1年間、今年はもうこれでどうにかあの YouTube などでご利用しすればいいんじゃないかなっていうね <laughs> なんで直,直,直販で直販だって直,直販でえまだまだ売らなきゃいけないんでぜひ、えー、買ってください一生の出会いもうもう山,山のように上を残っててもう本当シャレになんないんでそれであの先生術講座を取ってるんですよ YouTube が比較的 YouTube 見ましたっていうお客さんが結構来るから、えー、それで売るたびに一生懸命涙ぐましい努力をして でそのための先生術講座ですから、えーね、なんでこの動画で、動画でホロスコープが読み、ちょっと理解が深まったなっていう人は、えー、買ってください、えー。1人5冊ぐらい、ね、<laughs> 1冊とは言わず、えー、5冊、6冊、7冊、8冊、10冊。 ね、20冊でもオ、OK、ッえでショップさんなんかでこれ、置きたいっていう方は、あの安く仕入れますからであの、ここにね、定価ちゃんと入れてあるんで、あの定価で売れば、あのマージンあの入りますんでえ、ぜひですね、ぜひもう一生、一生の、まだまだだいぶ残ってるから、ねあの、助けると思って買ってください。で概要欄にあの書籍の値段とえお申し込み方法は書いてます。はい、で、先生、術講座続きなんですけど、 えーまあ、ハウスとサイン、ねえー、の説明をやっていこうと思います。はいえー、画面共有いきましょう。はいえー、で前回はそのサインっていうのは、ね、支配性があるんだよと、えー、いうことをやりました、ね。なんで支配性、まず皆さんは初心者なので、星座のマークを覚えて、でそれから星座を支配している星。 ね惑星を覚えてえ、それがベネフィックなのか、マレフィックなのかっていうところまで前回やりました。ねで今回はハウスのことをちょっとずつやっていこうかなって思うんですけど、これがね、難しいんですよ。難しいんですね。でね、うーんとね、 私の手元にあ,のあるのは、ちょっと一回画面共有取ろうか。ねえーまあ、これ、秋月さやか先生の、まあ、こういう政党先生術入門っていうね、だいたいこんなルルラブアさんとか川上裕二さんの本を買っても大体,大体このスタイルですよ。<laughs> それでこうめくるじゃん。 でめくると、まあもう過剰書きなんですよね。なんか、伊手座の月とか、やぎ座の月とか、まず、えー、星座に月が入ってた場合はこういう意味とか、えー、ハウスにこういう星が入ってた時がはこういう意味っていう、もう完全に過剰書きですよね。で、この過剰書きでね、 勉強するって結構難しいですよ。例えば、ま日、あ、花ち,ちゃんのホロスコープ出してみましょうか。ね日花、えー、ち,ちゃんのホロスコープを例、まあね、で,で,で,で出しますけど、えー、ちょっと待ってね、無料、ちょっと、無料ホロスコープ。えーまあちょっと 一応だ出してみようか。これでね、えー、共有、画面共有、ブラウザから、はい、まあ、無料ホロスコープっていう感じで、これで、えー、まあ、検索すると、まあ、同じミマイアストロチャートさん、ね、出てくるんで、まあ、これで、ね、ニンチカちゃんのね、ホロスコープを作ってみましょうか。ね、はい。えー、17と。 で私ね、出生時刻が19時30分。19時30分っていう、霧のいい数字なのがね、実はちょっと引っかかるんですけど、<laughs> まあね、うん、一応、はい。で、静岡県生まれなんですけど、緯度、経度は東京と砂変わってから、まあいい、いいと思う。うん、このままで、めんどくさいから。<laughs> はいまあ、これが一応ね、にちかちゃんのホロスコープ。で、こういう、えーまあ、先生術入門とか、ルルラブアさんにしろ、鏡賀美さんにしろ、まあ、石井ゆかりさんとか、いろんな人が出してますけど、まあ、出すと、大体皆さんね、やるのが、例えば、えー、ちょっとちゃんと画面共有されてるちょっと心配だから、もう一回画面共有入り直そう。ブラウザ、はいえーまあ、例えば まあ、酒井さんは太陽がサソリ座ですと。だから、これで地引きみたいに引くわけですね。サソリ座の太陽って、まあ、引きます、ね。サソリ座の太陽はどういう意味かって言ったら、えー、サソリ座の太陽に、ねえーえーまあ。サソリ座球に輝く太陽は生存威力を象徴しますと。 この人は基本的な生命力が強く、不屈の粘り強さで生きることに執着するでしょう。この人にとって人生とは生きる実感そのものなのです、ね。に対する恐れが強く自我に よりりどこころを求めまますすとれもあシアムに対する恐れが強くない人がこのようにいるんですかっていうのは突っ込みたくなるところなんですけど、ね、そ,んなそんな人間いるのかと <laughs> <laughs>、ね、突っ込みたくなるんですけど、まあ、一応そういうことになってますんで、まあ、そういうね。 えーまあ、こでなるほど、なるほど、なるほどって、まあ、読むじゃないですか。で、今度、水、えーまあ、星が池座に入ってるんで、水星が池座の場合はどうなのか、池座九ですけどね、水、えー、星が池座にある人。 ということで、まあ、見てみると、手崎湯に輝く水星は旺盛な知識力と集中力を暗示しますとえ。この水星を持つ人は強い光学心を持ち、たくさんの知識を吸収しようとするでしょう。え興味あることには手当たり次第に首を突っ込み、寝食を忘れて熱中しますがえ、興味のないことには無関心で振り向きません。いやこれは誰でもそうですね。<laughs> ごめん、ごめん、突っ込ん,んじゃいけば誰でもそうじゃねえ 誰でもそうだって。<laughs> だけど一応占いとしてこう書かれてるのを、ああ、そうですか、まあ、当たってますねって、うんまあ、確かに誰にでも当てはまるよねって、誰だってそうだよねっていう、まあ、ツッコミはあっただけど、まあ、一応そういう感じ。で、そうすると、なんかよくわかんなくないですか、こうやって過剰書きで読んでいくと。ね。 そういう感じでね、みんなおのの自分の例えば月,月がお羊座だとどうなのかなとかってね、あるいは海洋星が伊手座に入ってるとこう、木星がヤギ座に入ってるとこう、で、冥王星は天秤座に入っててこう、金星は天秤座だからこうみたいなことを読んでいくと、まあ、いいことも悪いこともね、だいたい書いてありますよ。うん。でも、うん、でって感じにならない。 <laughs> でって感じね。ええー、まあでも一応 <laughs> なんか知んないんだけどなんだかわかんないんだけどここから教えちゃうのよ。 ほんとここから教えちゃうんですけどここから教えちゃうこと自体がちょっとどうなのかなっていうのは私は持論として思っていて初心者技術コーチとしてここから教えるって私私でもわかんないもんだってこれってねだからましてや初心者さんがこうやって過剰書きで、えー 読んで自分のことをなんか分かるかって言ったら分からないからそれでツイッターでも妄想語りをずーっとするんですよ結局読んでスパッと分かりゃあんなの書かないんだけど日本でも結局ピンとこないから悶々と書き続けるのね。いていて、推薦いてだからえっと、えー、好奇心が。 万で、えー、私はなんか BTS が好きみたいな、いや、BTS とイっザって関係あるのかみたいな、なんかもうとにかくだからもう自分が大好きなのね、ああいう人たちってね、本当、もう自分が好きすぎちゃって、で、誰も自分のことをずっと言ってくれないから当たり前ですよ世の中のやつらなんか、お前になんか,かけらも興味ねえんだから、なんて、あの、っこっちはビジネスだからあの、ホロスコープとか読みますけど、 <laughs> 基本的にはもうだ誰のことも興味ないですよ、そんなのって。<laughs> なんだけど、やっぱりこう言われたいのね、人に。とにかく言われたいの、褒められたいのよ、なんか。であ、才能あるねとか、なんかすごいねみたいな、ずば抜けてるねみたいなこと言われたくてしょうがないの、あの、星倉のやつだって、本当に、本当にさ。えーほ ちょっとね、うん、<laughs> まあ50ぐらいになってきてそんなこと言ってたらちょっと相当恥ずかしいよお前ら <laughs> って<い> <laughs> 4050になってそんなねって言って,言ってあんなこと言ったら相当恥ずかしいぜっていうのあるけどまあまあまあ言われたいんでなんとにかく言われたいんで自信がないからあの自分あのもうビジネスとかさか会社の仕事でも何でもいいけど打ち込んで没頭してやってりゃああん なねどうでもいいことダラダラ言ってる元気ないんだよみんな <laughs> ねあんなこと考えないよそんななんかの私のセンスが天性がえ何あの何私の本当の私みたいないやいやいや本当の私っていうのは本当の私があると思うこと自体がおかしいんだからっていうのが、えー、仏教のお釈迦様のご意見ですよ。 本当の私って、私自体が存在してないっていうのが最近の量子力学の現地で、いやいや、私なんか初めからないんですから、何言ってんですかっていうのが、まあ、お釈迦様と量子力学の意見ですね、で量子力学も,もう最近は、えー、現実自体が存在してないっていうとこまで行っちゃってますから。 っっちゃってますかからねえー、なんか私、私みたいな、私って何みたいな、もう本当にさ、へそがんで死ねみたいな感じになっとったけど、まあ、だから言われたいのよ、言われたいんだお前らも言われたいだろ、なんか自分の、なんか私の私の個性が、センスが。 才能が、みたいな。て、転職は何みたいない。お前の転職はなってや、ね、食って、クソして、死ぬる、死ぬことだよって、一級善事が言ってんだから、それって。な、お前の転職なんて、そんなもんでバーガーっていうね。<laughs> 本当にで言われたいんだなんかしんないけどさ、どうだっていいよと思ったけど、まあまあ言われたいのですよね、そういうね。だから多分この画面の向こうの皆さんも、まあ初心者はね、初心者は言われたい私みたいにもうベテランになってくると、ああ、どうでもどうでも、ははでもいってなるけど、なお前らは言われたいのだからな。<laughs> ねえー、でまあまあまあ、まあ、そんな感じですよ。で、でハウスってうもんがあります、ハウス。 ねハウスってがあるんですけど、えー、これがね、難しいんだね、えー。ハウスとは何かっていうのは簡単に言ってしまえば、方位です。方位、方,位方角のことです。えー、だから、ハウスとは方位、方角のことですね。えー、でなんだけど、12星座も方位、方角なんです、本当は。12星座ね、えー。なんだけど、星座って。 っていうのはあまりにも距離が遠くにあ,あるでしょ、ね、距離が遠くにありすぎるから、えー、例えば、えー、なんだろうおひつじ座に向けて旅をするとかっていうのはダメなんですよ。おひつじ座に向けて旅をしたところで旅ができるわけないんですね。えーな で一応宇宙的にはよ、宇宙的には、よ宇宙的には、なんか稽古さんとか、先生術稽古さんがよく宇宙元旦とかね、言ってますけど、本当にな、んか言葉さえ作りゃいいと思って、なんか、なんかそれ、キャッチコピーみたいなさ、なんかね、ね宇宙じゃも、もう、なんも面倒くせえから、宇宙宇宙お盆とか言っとこうかなみたいな、ね、宇宙の二盆とか言っとけ。 言っとけとかっていういうようなまあ感じなんですけど、まあ、とあ宇宙元旦とか宇宙日お彼岸とかなんかいろいろあるんだよ、そういうのが。ねほいで、まあなんかあるんだけど、でね、まあまあ宇宙元旦とかって、まあ要は春分の日ですわ、<laughs> 宇宙元旦っていうのは。要は春分の日よ。 ね、春分の日のことをあの天才コピーライターケイコ、ね、恵子が宇宙元旦っていう、ね、あのキャッチーなもうコピーにしちゃったっていうねバレンタイン商法ですね、もう勝手に、あの風の時代とかもバレンタイン商法ですから、もうゴリゴリですから、もう金のことしか考えてない、もうあいつら、<laughs> 本当に、えー。だからもう天才ライターだね、みんなね、すっごいね。 いや私もなんかそういう殺し文句みたいなのをなんか作ればいいんだな、なんかな、なんだろう、うん、なんかあんま思い浮かばないけど、なんかそういうね、キャッチーな、えー、決め台詞みたいなのをなんか言え,ば言えばいいのかね、おばさんもね。まあまあ、どうでもいいんだけどさ。<laughs> それでまああの まあ、お羊座宇宙元旦というのは結局何かって言ったら、おひつじ座の春分の日のことなんですけど、えー、それはね、えー、春分の日イコール真東です、真東、ね。宇宙の真東っていうことになってます。太陽にとっては真東っていうかな、カレンダー的に一応、えー、春分の日。 っていうのが、まあ、一応、真東基準になってるんですけど、じゃあ、東に行きたいからって言って、例えば日本からね、えー、おひつじ座が春分の日におひつじ座に太陽があるからって言って、そこずっと歩って言ったら、えー、東に着くのか <laughs> って言ったら、着きません、えー。あまりにも遠くにありすぎるんですね。えー、なので、えー、常に、えー、自分のいる場所から方位方角を。 決めななきゃいけないけんですよ旅人はお東に太陽あんじゃんって言って東に行きたいからってずーっと太陽を追っかけて東に向くば行くバカはいないわけですよ。ねあくまでも自分が今立ってる場所ね自分が立っている場所例えば、えー、そうだな、えー、どうしようか。<laughs> まあまあ、新潟に行きたいとするじゃん、東京から新潟。そうすると、東京から見て新潟っつったら、えー、どっちになるの、えー、北。北は北なんだけど、北東かな北北東に近いのかな東京から考えると。うん、方角的に、ねまあ例えば新潟っつったら、えーで、北北東に行きたいってなった時にに、えー、十二星座がね、北北東の方に。 なんか木星とか金星が輝いていったからっ,つって、それずーっと目指して歩いてて、新潟に着くかったら着かないわけですよ。<laughs> だからどうするかって言ったら、コンパスっていうのは常に修正をしなきゃいけないんですね。ジャイロですから、ちょっと進んではまた仕切り直して、ちょっと進んではまた仕切り直してって、だからあの大航海時代の、えー、その、 ね、え船長さんの映画とかね、パイレーツ・オブ・カリビアンなんか見てると、常にこうやってコンパスで、え少し進んではこう、コンパスでね、どのぐらいの距離行ったのかっていう、こう船長がこうマップ上に印をつけてで、そこでまた東西南北を仕切り直して、でまたそこで修正してえ、またそうやって進んでいくっていうことの繰り返しをするわけです。それが術術なんですねでハウスっていうのは航海技術なん んですよ、えー、だから、えー、船舶用語でもあります実はハウスというのは先水術用語じゃないんですね実は船舶用語なんですで、えー、まあその航海術の中では、えー、波の方向ですよね波が来る方向をハウス っていうもうほんと先生術のハウスの取り方の概念で、えー、波の来る方向をこう分析するんですね、えー、だから天に輝く星っていうのはものすごく遠くにあるんで実際の我々の生活には役に立た,立たない。 えー、毎回仕切り直さなきゃいけない。だから東京から新潟に向けて旅をしたかったら、えー、天の輝く、まあ、星座は星座としてね、時刻の指標にはあれはなるんです。時計,時計と同じで。サインっていうのは時刻なんです。えー、なんだけど、方位方角はハウスなんですよ。方位方角、なぜかって言ったら、えー、例えば春分の日。春分の日は一応 全地球的に太陽が真東に来る日っていうことになっているんですけど、えー、まあ要は赤道と坑道が合になる日なんだね、コンジャンクションする日なんだけど、日本って赤道じゃねえべって <laughs>、赤道からおめえ、だいぶ北緯34度とか35度とかいってるよっていう、ね、だいぶ上だよって。 ってねそうそう,そう赤道直下ではないわけですから赤道直下の人たちは、えー、あの春分の日の太陽太陽が昇った場所天、まあ、東だねっていうことにすりゃいいんですけど我々高緯度中緯度地域に住んでるとええー、いやいやいや我々あそこ違くないみたいなねえうん。 まあそういういことになるんですよ、ね、だからそれで、えー、ハウスという考え方、ハウスはだから身近な方位方角です。えー、あくまでも自分が見える範囲、ね、見える範囲の東西南北を合わせた時の基準がハウス。ねえー、だけど宇宙的な時刻とかカレンダーは星座が仕切、えー、ってるよ。 ってていいう風に考えてください、えー、でこれ、ハウスの計算方法、ハウスの考え方、ハウスの割り出し方っていうのは、えー、また講座でね、講座でっていうか、それは専門的な、あのー、私の、えー、直接の有料講座の方で、えー、まあお教えしますけども、えー、簡単に言うと、えー、時間分割と空間分割っていうやり方、2種類あります、ハウス割は。 えーでまあ、これも数学とか天文学の話になってねみんなぐっちょぐちょになるから、えー、今日はやりませんけど、まあ、とりあえず空間分割方法空間分割法と時間分割法の2種類があるんだよっていうことですね。うん えーまあ、なで、ハウスは身近な方位、方角っていうふうに考えてください。そうすると、まあ、じゃハウス、ね、ここに数字が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と、ね、12星座もあるし、ハウスも12、星座も12個だったら、ハウスも12個と、ね、いうことに、えー、なります。はい、でこれで、初心者さんは結局、えー、まあ、 いろいろね。例えば、ニチカちゃんの場合、第五ハウスに太陽が入っているんだと。ね。そうすると、第五ハウス。ね。第五ハウスに太陽が入っている場合は、こんな意味だよっていうことで、えー、またここで、地、えー、引きみたいに引くわけですね。第、え、五、ー、ハウスの太陽。よ。第五ハウスの太陽。ね。ねそうすると、 えー、ドラマチックで創造的な人生の憧れがあるでしょうね。えー、この人にとって人生とはただ一度きりの輝かしい舞台、えー、自分自身は人生という舞台を演じるヒロイン、ヒーローなのですね。えー、だからこの人はその舞台をやき役になりきって精一杯楽しみ、創造的な快楽を演出するためにエネルギーを注ぐと。 えね、えー、華やかで注目が集まる人生の人生でしょうみたいな、ねえー、まあことが書いてあります。あじゃあ,あ,あ、そうですかあ。華やかな人生なのねみたいな感じで、ね、ちょっとこうワクワク感みたいなね、えー、ありますよ。でも今度、えー、それはなでかっていうと、第5ハウスがやっぱり獅子座。 なんでもともと。で、獅子座は太陽、ベネフィックが支配していますから、獅子座に太陽、もともと太陽は獅子座のにシシザのルーラーであって、えー、で西洋占星術の考え方では、えー、ルーラーの星がその支配しているサインに入っているときっていうのは、ものすごく強いっていうふうに考えるんです。えー、だから 例えば、さそり座に入っている火星っていうのはすごくいいんですね。これ、いいんです。<laughs> もし火星がさそり座に入ってたら、これは素晴らしい、恵まれてるってことになります。で、お羊座もそうです。お羊座も火星が支配してるんで、お羊座に火星が入ってたら恵まれてる。ね、で、反対に、えー、火星にとって良くないサインとか、良くないハウスとか、 そうすると、えー、火星にとって良くないのは、まあ、まず天秤座ですわ天秤座、えー、天秤座金星なんね、えー、でねで天秤座はとりあえず火星にはあんまり良くないっていう風に、えー、されてますね、うん、であとまあ月、えー、月はカニ座に入った時にあの最高に良、えー、くなると えいうことになってますカニ座を支配してますから、えー、で月が悪くなるのは、えー、ヤギ座とかなんでね。<laughs> これ、ホラリーの読み方になっちゃうんだよ。えー、基本的には。うん、ホラリー <laughs> の読み方になっちゃうと、そうすると、えー、と月はね、さそぎ座が良くないで。それからヤギ座も良くないね,、うん、ね。ヤギ座が良くないです。はい えー、でサソリ座も良くない。えーでえー、火星が良くないのはカニ座。ね、カニ座良くないですね。えー、それからね、えー、あとね、天秤座も火星は悪い。ね、で土星は、えー、おひつじ座が良くないね、土星はね。えー、でであと、カニ座と獅子座も土星は良くない、えー、ですね。うん そうねよくないとされてますね。えー、で水がめ座の太陽も良くないっていう風になっています。まあ、これはホラリーの読み方なんですけど、まあ一応、まあ、ホラリーもね、なんか、うん、まあまあ、まあまあ、うん、っていうか、ネイタルの読み方、相当ホラリーから来てるから、まあそういうような感じになります。うん、ねで、ハウス。 ね今日まあハウスの説明なんだけど難しいね、まあ一応えー、でさっきのその支配性とね同じで、えー、支配性がその支配している星座に入っていたらとりあえずそれはすごくおめでたい、よかったねっていうこと、恵まれてるねっていうことなんですけど、まあこのにちかちゃんのチャートで。えー まあ見てみると、まあ、火星はね、さそり座に入ってるから火星は良かったじゃんっていうね。で、天秤座も、えー、金星がもともと天秤座に入ってて、金星は天秤座を支配してますから、あ、これも恵まれてるねっていう話になるんですね。で、ハウスも、えー、ナチュラルハウスって考え方があって、獅、え、子、ー、座は、 第5番目、お羊座から数えて5番目なので、第5ハウスが獅子座の定位置、ナチュラルハウスってことになります。そうすると、第5番目のハウスは獅子座っぽいわけですね。 もともと第5ハウス自体が獅子座っぽいえ。で、第6ハウスは乙女座の定位置なので、乙女座は普通に数えていったら6番目の星座だから、第6ハウスは例えば全然、ヤギ座とか水亀座とか、他の星座が来ていたところで、来ていたとて、若干乙女座っぽい性質を有するっていう風に考えていきます。だから乙女座は第6ハウスがまあ定位置なので、え第6ハウスは ちょっと乙女座っぽい意味合いがありますね。で第7ハウスは天秤座の定位置なので、えー、まあ、天秤座っぽいねぽいぽいよぽいねぽいよ。うんで第8ハウスはサソリ座だからちょっとサソリ座っぽい、えー、感じね、えー、いうことになっ でえー、いきます、はいえー、でハウスのね簡単な基本的な意味を今から、えー、ご説明しますので皆さん覚えてください。はい。えー、よ、えー。ハウスね。えーまあ、ひとまず、よ。はいはい。えー 1エ1ジこれはね、おひつじ座の、えー、定位置です。ね、おひつじ座の定位置だよっていうね。それで2エ2ジはこれは、えー、お串座の定位置ですよーっていうことですね。ナチュラルハウスっていう考え方です。それで3ジはこれは双子座。ね た子座の定位置だよえもうあとあと以下同分以下同分だからよええー、4月はこれはカニ座に、ねまあ、正確には何回も言うけど巨海9ね巨海9よ正確にはあの星座とマルマスゃダメよ、ね、巨海9マイチョ巨海9の定位置ねはい 5H が獅子、えー、座、獅、ね、子座級の定位置。ね、6H が、H っていうのはハウスね。<laughs> これが乙女座、ね、乙女座の定位置ってことになります。で、まあ、以下同文 えー、7 h ッ h が天秤座、ね、天秤座の定位置、えー、で8 h ッ h がまあさそぎ座と、えー、で 9H が池、えー、座、えー、で 10H がまあヤギ座ね、えー、11H が水ガメ座 12H が

本人とか行動ですね。行動。ね。えー、で、第2ハウスは、これは、えー、お金、お金と血液って言われます。血液。ね。血液。それから、生活だね。生活も第2ハウス。ね。なぜかというとお、お金って生活の道具でしょっていうね。で、第3エッジが、まあ、コミュニケーション。 コミュニケーションとか、え兄弟ね。兄弟、姉妹。えー、姉妹ね。ねそれからまあ学校ね、ね初等教育とか義務教育とかね、いう意味がありますで。4月はこれは家。家とそれからお墓ですね。お墓とか土地、土地とかね、お墓とか、あと、 基地、えー、自分の安心できるベースとかっていう意味があります。で、第5ハウスは恋愛と子供。ね。恋愛と子供。ね。あと遊び、楽しみ、娯楽っていうのも第5ハウス。で、で第6ハウスは労働ですね。労働と、あとそれから義務。ね。日々の務めよっていうね。 えー、義務、むむ、ね、義務。ね、それで七エッ h これは、えー、結婚と敵。結婚、それから敵。ね、敵。裁判も七エッ h ね、七ハウス。で、八は遺産。遺産。 ね、それから借金です。他人のお金、えー。借金ね。借金。あ、借金のこれ違う,違う。借金の借借はこうだ、ね。お金を借りてるよとかね。えー、そういう感じ。で、QH。これはね、えー、まあ、高等教育、大学教育とか専門教育とか、あと宗教ですね。宗教。ね。それから外国。 外国などを表示します。で、第 10H は社会的な地位。ね。それから、まあ、仕事をですよ。仕事。ね。仕事。ね。で、第 10H は、これは、まあ、友人とか、えー、コミュニティとかね。コミュニティとか言われるけど、まあ、あとはね、あのー、 臨時収入とか宝くじは第十字ハウスとか言うよね。宝くじとかね。で、第十二ハウスは、えー、見えない。見えない世界。ね。見えない世界。だから、まあ、あと入院とか、入院。入院とか、あとまあ、えー、刑務所に拘束されてますとかね。こう。こう 高速のコテージが書けない。え高速、ね、高速、もう動けない、閉じ込められてるって、ねえ。高速とか、あとそれから、えー、見えない敵ですね。第7ハウスの敵はもうこ公敵なんですよ。もうお明らかに敵なんですよもうえ。だから裁判で争ってるっていう場合には、第7ハウスが、えー、相手ってことになりますけど、第12ハウスの敵は、インター インターネットで陰室に攻撃されているような場合とか、えー、世間の風評とかね、世間の風評ってほら、犯人特定するの難しかったですよ、最近はなんかあのインターネットのそういう法律とかで、えー、なんかねあの、過激な書き込みとかすると、えーね、犯罪を問われることは罪を問われるっていうのはありますけど。 えー、まあでも、ちょっとネットで、えー、<laughs> こんな心ないコメントをよこすかな、みたいなことをね、よこされたぐらいでは、えー、なかなか。 えね、こっちもなんか辛抱しなきゃしょうがないみたいなね感じで、本当はまあ辛抱しなくてもいいのかもしれないけど、うん、まあ私なんかもツーちゃんでね、相当書かれてた時代がありましたね、なんかね、もうほぼ悪口じゃねえかっていう <laughs>、まあ感じで書かれるっていうのはありますけど、うん、まあ、うんまあね、そういうので悩んじゃう人もいるからね。 うんまあ、基本的に、でさっきの12星座の意味とハウスの意味を比べたら、ハウスの意味の方がなんかこう分かりやすいよね。分かりやすい、非常に。星座は、ね、意味難しいんですよ、星座の意味って考えたときに、えー。星座はシンボルなので、あくまで。 ハウスはシンボルではなくて具体、具体的な事柄なんですね。ハウスは非常に具体的です。で星座は対してシンボルなんですね。シンボル。えー、だから非常に難しいですよ。星座を読む。星座の意味を読み解くっていうのは、えー、一筋縄ではいかないですね。うん、だからもうハウスだけで。 見ちゃう <laughs> ホラリーの世界では、えー、もうほぼハウスを多用してハウスだけでどんどん診断していきますし、えー、私この間断撃っていうのを、ね、習いに、えー、東洋占い勉強しようと思って断撃っていうのを習ったんですけど断撃なんかももう本当にすごい分かりやすいんですよめちゃめちゃ占いが。えーこれは あの敵とか、これは商売がたきのときにはこういう、こういう感じとか、えー、あと、えー、なんだ、えー、お給料はここで見るとかね、なんかそういうのが全部あって、非常に分かりやすいんですね。だから、ハウスはとっても分かりやすい、分かりやすいです、ハウスは。ねえー、で、まあ、超次元先術は、ハウスもサインも捨てちゃいますけど、使わないですけど、これはあくまであの応,用応用力が身についてからやる占い。 まあ応用力つかなくてもいいんだけど、プロで、まあね、難しいね、超次元先生、私なんかはもう、占いの館でバイトするときには、もう超次元先生術だけしかほぼ見てないんで、え全部超次元先生術でやっちゃって、で長尾先生なんかはね、あのまあマリーシェルで働いていらっしゃる長尾法隆先生、まあ、一応、酒井さんのもほぼ。 井さんが当てにしているっていうもう超次元先生術を使い倒してるっていう人なんですけど長尾さんなんかも結構、えー、もう超次元先生術が分かりやすいから超次元先生術もすごい愛好もう超次元先生術でばっかり判断してるっていう慣れちゃうと超次元先生術に、ね、すごい分かりやすいんですけど、えー、でもねお客さんっていろんな相談をしてくるんです。 占いのお客さんって、えー、で例えば、えー、子供ができるかどうかで悩んでる人をいきなり超次元先生術で見ちゃうと、えー、じゃ超次元先生術で子供運ってどっから見ていいのって結構難しい話なんですね。子供に相当する星っていうのは超次元先生術の場合難しいんですよ。うん、だからやっぱりハウスがあると、えー、分かりやすい。 ハウスがあるんですねでだから子供は第5ハウスなんで、第5ハウスにマレフィックが入ってれば、あちょっとシビアな子供ですねっていうことは言えるわけです。で、でベネフィックが入ってれば、ああ、安泰ですねってことが言えるし、ね、子供を授かる、授からないとかっていうね、えー、いうところで、えーうん、ただまあ難しいですよ、難しいです。<laughs> あの、中にはね、 マレフィックありすぎちゃって第5ハウスにで、これね、そのままストレートに読むと相当傷つけちゃうなとかあるんですよ、お客さんを。だから相当傷つけないように、えー、どうやって上手に説明するか。それでねあの、鑑定経験積んでくると分かってくるんですけど、結構ね、文字通り判断すると外すんですよね、外す <laughs> 例えば、第5ハウスがすげえバッキバキに悪いからって言って、もうあなたは子供授からないですねとか、えー、もう死産で、えー、もう悲惨な、えー、妊娠でもう、障害児を授かりますよみたいなことをベラベラ喋る占い師さんっているんですけど、ほぼ外します、そういうことすると。そういういう風な読み方と。 そうじゃないところでね、これがね、非常に勘どころが難しいですね。まあもちろん、第5ハウスにマレフィックが入っていて、そういう事例っていうのは結構あります。ありますね。そういう姿勢、あの、先端になっちゃうケースっていうのは、まあありますけど、ありますけど、えー、半々ぐらいです。 半々ぐらいいが難しいあくまでも象徴言語なので、えー、例えば、えー、すごくねお母さんのこだわりが強すぎるっていう意味の時もあるんです、えー、私が前に鑑定した事例であったのがすごい第五ハウスがね悪かったんですねめちゃめちゃ悪かったんですよでなんでこんなにこの人第五ハウス悪いんだろうって思ってたら、えー、おしゃべりしててもねなんかちょっと ちょっと変で、えー、そのお母さんは、なんかね、タレント至上主義っていうか、子供もをもう、タレントにしたくてしょうがないわけ。で、タレントにしたくてしょうがないから、ちっちゃいときからもう英才教育ですよね、そのタレントにさすために。えー、なんか、プロダクション放り込んだりとかしてやってたんだけど、やっぱり12、三3歳ぐらいになってくると、子供が反抗して、反抗して、まあ、しょうがないんだって。 それでもう最近ではもう子ど、ね、もが暴力振るうようになっちゃったんだと自分にであそれを聞いて、あなるほどそういうふうにこの第5ハウスが出てるんだなっていうのは私は判断したわけですでそうやって考えていくとあこの人はその子どもをね、自ら損なってるんだっていう,、ねえー、いうのが言えます。 えー、だからまあ別に死産とかその子供がすごいそが早死にするとかそういうことじゃない,ないでしょ現象として。ただ自分が息子をジャニーズか,なんか、ね、よくわかんないけどなんかそういうところに入れて、えー、タレントの誰々さんのママなのねっていう、ね、ステータスが欲しかったんですよ、そのお母さん、えー、でなんだけど、それに向けてやりすぎたら子供がぐれちゃった。 <laughs> でぐれちゃって、親子関係がもう昼もうぐっちょぐちょになって、もう修復不可能みたいな、えー、そういう現れ方の、えー、ケースもあれば、文字通りり、えー、子宮の中でその子供さんが死んじゃった経験をし,しましたみたいな、そういう人もいたりします。うん、いたりします。えー、で、あと、中絶の,、まあの経験があるないとかね、そういうこともあったりしますけど、 えー、そこまでひどいっていうのはよっぽど他の要素もひどいから、まあ、ひどいっていうかあの、裏付けね、必ず先制術っていうのは、えー、ホラリーでも何でもそうなんですけど、一つの、えー、要素、一つの傾向を示していたら、必ず他のことも似たような傾向を示しているかどうかっていうのを、絶対見なきゃいけないんです。 絶対見なきゃいけない。だから一つの側面だけ、例えば第5ハウスに土星が入ってます、イコール死産ですねとか、イコール子供はもう絶望的ですねみたいな判断をするのは、これは絶対ダメです。ね、これ難しいですね。だからプロになるってすごく難しいですよ。難しいですよ。<laughs> 一朝一夕で身につきませんからね、この読み解き方法っていうのは。非常に難しいですけど。 うんえー、でも土星が、ね、入っているからって即悪いってわけじゃなくてやっぱり最終的に決めるのはアスペクト。 まあそのほ他の星同士がどういう角度を作ってるかっていうね、それがやっぱり決定的な決め手になるんで、やっぱりそこで改めて長次元変換するわけですよ。で、長次元変換して、えー、土星の状況がね、やっぱりもうバッキバキに悪ければ、あこれはちょっとこの、これはちょっと大変だなとか、まあ、予想することもありますけれども。 まあ先生にとって、これジョン・フローリーさんも本当に何回も繰り返しこの本の中で言って、まあ、これ、ホラリーの本ですけど、この中で繰り返しね、もう一つの要素だけで決めるなと、絶対他のチャートの中で他の要素も似たようなことを示している、いくつも似たような方向を示している場合、初めてそれはかなり可能性の高いことだっていう風に診断していいんです。でも こうぐらいの要素では、そその絵に描いた不幸みたいなこととかね、決定的な事件とかってちょっと予測できない。だから必ず他の部分はどう,どういう方向を示しているのかっていうのを、えー、見なきゃいけない。だからこういうマニュアル本の先生術が、えー、慣れちゃうと、えー、非常にあんまりいい占い師は育たないんですね、こういう本で。 うん、これでね、プロになれるかって言ったらなれない、だからやっぱりどこまで行っても入門書です、初心入門書ですよ。えー、で、ここからプロの判断力を身につけるっていうのは、もう入門書を2、3冊に読んだぐらいには、もう到底無理ですから、<laughs> やっぱりちゃんと、えー、占い学校なりね、あの信頼のおける講師なりに、ちゃんとべん勉強しに行って、正しい読み方、 えーの訓練を受けなけけななればいいいと思いますだから独学でね、判断ができるようになるほど、占い業界甘くないですよ、はっきり言って。甘くないですよ。独学で読めるようになる先生術師なんてい,いないと思うけどね、私。だから独学で占いやりましたとかって大体くでもないから、本当に。独学でね、プロデビューするやつってほぼくでもないですね。東洋の先生も結構言ってます。 まあ大体ろくでもないですよ、あの独学系の人は、うん。うん。まあ、独学で、ね、できなくはないけど、ね結構難しいと思うよ、うんうん、私も独学だったら無理だったと思うね、やっぱ門馬さんに習ったからっていうのはあると思いますけど。 うん、まあそんな感じでハウスっていうのはこういうふうになっています。星座はシンボルねシンボル象徴言語。で象徴言語だからあのすごくね発達心理学の目線がいたり宗教学の考え方がいたり、えー、そのフリーメイソンのね え独特の,そのシ,シンボライズされた世界の、えー、ちょっとね特殊な世界の世界なんです。でもハウスは現実世界の現実のことだからすごく分かりやすいハウスはね分かりやすい。だから第10ハウス職業のところに例えば木星が入ってたらこの人仕事運はいいのねって素直に読めばいいし。 第7ハウスに木星が入ってたら結婚いいのねとかねで第9ハウスにベネフィックが入ってたら外国はいいのねとかねいう感じになります。ただこれもね 一生じゃないんですよ。エバーティンが言ってるのは、エバーティンはネイタルチャートについて、なんて、まあ、ネイタルチャートってのは、この出生のホロスコープですよ。出生のホロスコープのことをネイタルチャートって言うんですけど、これについてどういうふうに言ってるかっていうと、ネイタルチャートに出ていることは、人生で一回は起こるんだって言ってます。エバーティンは。一回は起こる。 でも2度も3度も4度も起こるわけではない。えー、でね、えー、先生術誤解しないでほしいんですけど、心理学と混ぜないでください。心理学と混ぜてはいけません。えー、サインの部分は発達心理学の部分をすごく含んでます、サイン解釈は。だそこは発達心理学的に読んでいいんだけど、アスペクトとハウスに関しては、これ現実の 起こりうる事件、事故を表示してますから、あくまでも起こることなんです、事件、事故、こういう経験をしますよと、予告なんです、占い、占いですから。 心理学じゃないんです占いなんです占いっていうのは事件事故を予測するためのものでしょう。ね、だから大作家とかさ、あの言うじゃないですか、ねえー。あくまでも事件事故を予測するためのものなのであって、えー、心理を分析してはいけません。心理は星ではくくれないわけです。心理はあくまでもその人のもの、ね、その人の考え方。 ね、その人の宗教をどういうふうに考えているか、哲学をどういうふうに考えているか、受け止め方をどういうふうにするか、人間力の部分は、ホロスコープで判断できませんホロスコープより人間力の方が上回ってなきゃいけないんですね、だから私は心理占術というのは大反対で、サイン,サイン解釈のところは、発達心理学っていうのはすごくあるんですよ、サイン,サインに関してはね。ただ、普通のホロスコープで、サインはほぼ読まないんだよ。 さっき言って、サイン読まないから、ホラリーでもそうです。結局、ホラリーだって読んでるのって、えー、惑星なんですよ。だから、門馬さんがもう何回も言ってたのは、先生術は星座じゃない、星座じゃないと。もうサインじゃない、サインじゃない、惑星なんだ。<laughs> ね、ハウスと惑星なんだ、あくまでも、ねえー。いう、えー、ことを言ってます。 ねえー、だから、2つの柱ですよ、シンボル学、ね、発達心理学みたいに考えなきゃいけない、シンボル学のところと、実際の事件、事故を予測するっていうね、運命学ですから、絶対運命学なんですよ、先生術っていうのは、ねあの、あなたの、えー、心の傷つきやすさとか、インナーチャイルドとか、ね、どうでもいいんですよそれは運命学じゃないから。 ね、インチャがとかさ、なんかどうでもいいんで、クソどうでもいいんであの当たる当て、当てられない占い師ほどそういうこと言うんで、心理学って言っておきゃけで、ごまかせると思って、本当に。心理学じゃねえからって <laughs> ね、運命学だからっていう、ね、ところがあるんです。ね、だからあの、人間力、人間の器みたいなところまで星で決めないでほしい、本当に。えー、あと、才能もそうですね。 才能の読み方って結構難しい才能とは業なんですよ業業なんですで才能があるイコール幸せじゃないんですけど世の中の,あの多くのアホ姉ちゃんっていうのは勘違いした人が多くってアホ兄ちゃん姉ちゃんね、えー、でどういう勘違いをするかっていうと才能に恵まれてる仕事に就けば地位も金も入ってくると思うの。 思うの恵まれ才能に恵まれているセンスがすごく備わっている職業に就きさえすれば私は成功するんだと思って大間違いですからっていうね大間違いですなんですよ、それ合。カルマカルマ。手塚治虫さんはね、まあ、あの漫画の神様ですけど手塚治虫さんね、合じゃないですか、あれ。 あんだけ膨大な、もう書かずにいられないんだから、合ですよ、合。だからそらく手塚治虫さんは一文無しになったって漫画書くし、もう誰からも書くなって、ね、手足縛られたって漫画書きたかったわけでしょ。でだから手塚治虫さんの最後、えーまあ、60歳っていう若さでね、手塚さん亡くなりましたけど、手塚さんの最後の,あの言葉は。 俺に漫画を描かせてくれっていうね、<laughs> それぐらいなんだから。ね、あれを幸せ、不幸せでは決められないよね、あの状態を。決められない、決められないですよ。えー、で、多くの人っていうのはそうなんでね、あの、私、ほんとね、シュリーマン好きで、あの、トロイ遺跡を掘り、 掘り当てたシュリーマンの話よ,よくするんだけど、シュリーマンっていうのは、え結構いいところの、ね、お坊ちゃんで,で、先祖伝来のすごい財産があったんだけど、トロイヤの遺跡発掘に取りつかれちゃって、もう先祖伝来の、ね、もう何百億っていう資産を全部発掘につぎ込んで、であのもう金集めまくって、土下座して、それで執念で掘って見つけたっていうね。 <laughs> だから職業とかそのなんか向き不向きっていうのはカルマですよ。でそのカルマの読み方っていうのは実は超次元先生術とそれからエヴァティのコスモバイオロジーでやります。えー、それはね結構シャープに出てくるんです、カルマ。 まあこれはもうこれはしょうがねえなもうこの人こういうこういうもう生き様なんだなっていうのはコスモバイオロジーとかで出てくるんですけどまあ普通のネイタルチャートでね普通に読む分にはそこまでは出ないっすわ。 そこまではちょっとネイタルチャートの普通のホロスコープの読み方で拾うっていうのはちょっと難しいですね。それちょっと別のテクニックが必要になってきます。うん、でも、えー、向いてる仕事とかもこれもなかなか難しいですよ、ね。あくまでもね、合なんだ。合で,でやることっていうのはもう破産しようが逮捕されようが首ちょんぱされようが、ね、処刑されようがもう止められないんだっていうのは。 止められだから、こうとか幸せとか成功、不成功では絶対にくくれないんですね。くくれないんですよ。なんだけど、世の中のね、占いに来る兄ちゃん、姉ちゃんっていうのは大体間違ってんだね、そこ。間違ってねなんか、あの、何、なんか向いてることさえやれば、金持ちも財産も、名誉も、あのなんか全部入ってくるみたいな、どの口が言ってんだと。<laughs> <laughs> 本当に <laughs> って、引っぱかれんなよってなんだけど、<laughs> まあそういう人が多いですねっていうね。えでも、運命学ってそういうことじゃないんです。もうね、カルマ、カルマを読み解かなきゃいけないんだから、ね、そういうこと、そんな甘,甘々のね、ことばっかじゃないですよっていうね。だからまあ、ハウスをそんな感じで、えー、覚えていただければ、えー、幸いです。はい。えー、なんで、次回は、えー、サインとハウス。 のことをやりましたのでもう実践練習に入っていきます実践実際にえホロスコープを分析えしてみましょうっていうねえことをやっていきますのでまたえよかったら見てくださいはい社に近でした